駅名の左にアルクマが描かれた駅名表、アルクマは長野県のマスコットキャラクターで同県の PR キャラクターである。主に長野県内や首都圏の JR 東日本の駅や各地の観光イベントに出演している。観光 PR イベント以外の出演では FNN スーパーニュースの大谷天気に出演したことがある。 JR グループの新州デスティネーションキャンペーンのキャラクターとして2009年8月に誕生し当初は期間限定での使用だったしかしその愛らしい姿が人気を呼んで継続使用の声が多く上がったことにより2011年3月より長野県の観光 PR キャラクターに任命されたその後長野県観光部観光振興課が長野県観光 PR を アルクマキャラバンと称して、アルクマの着ぐるみを伴って、毎週、県外外の様々なイベントなどへ出向いて、キャンペーンなどを行ったり、県内各所。当初、著作権は、長野県、JR 東日本長野支社、JR 東日本企画長野支店の3社が、保有しており、観光 PR にのみ利用されていた。イベント出演も、観光 PR イベントに限られていたが、 2014年6月20日付で長野県が著作権を譲り受け観光分野以外でも利用可能となった。長野県に著作権が移行するのに合わせて胸のマークが新州ハートに変更された。新州だけに出没する珍しいクマクマなのに寒がりでいつも頭に被り物。クマなのに旅好きでいつも背中にはリュック。新州をクマなく歩きまくり。 新州の魅力を世の中にくまなく広めるのが生きがい。長野県内各地の PR などに出演する通常バージョンのほか以下のバージョンがある。このうちアルクマキャラバンでは JR 東日本駅長バージョンを除いた各バージョンが時期や内容に合わせて出演している。アルピコ交通のアルクマラッピングバスゆるキャラグランプリには第2回から毎年出場しており、 第9回のご当地部門で1位を獲得した。成績は以下の通り。アルクマグッズは JR 東日本長野支社館内の売店、ニューデイズなどで販売されている。また、東京では中央区銀座4丁目にある長野県アンテナショップ銀座長野でも販売されている。2014年9月から2015年3月までアルピコ交通の車両の1台に アルクマのラッピングが施され、中央高速バスの新宿松本線で運行された。アルクマキャラバンでは、長野県の県下、シナノの国をバックにして、ダンスを踊ることもある。2013年7月からは、同化のユーロダンスバージョンをバックにしての踊りの、プロモーションを行っている。踊りの映像は、長野県のアルクマキャラバンのウェブサイトに掲載されている。ありがとうございます。